聖書を朗読いたします。新約聖書使徒の働き一章の4節からです。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。と飛ばしまして14節、集まった人たち、この人たちは婦人たちもいたんですね。婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの弟たちですね、イエスの兄弟と共に皆心を合わせ祈りに専念していた。その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。飛ばしまして2章の1節。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの家全体に響き渡った。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりこう言った。ユダの人々並びエルサレムに住む全ての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、あなた方が思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言をする。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは血と火と立ち上る煙である。主の輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は血に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる、と書いてあります。ヨーロッパ旅行の動画を見てできました。皆さんのお祈りのおかげで大変素晴らしい旅行になりましたけれど、まあ、私は帰国して家に着いたのはちょうど正午ですね、夜中の12時で、まあ、奥様の話を聞かざるを得なくて、聞きたくて聞きたくて夜中の2時までお話を聞いてベッドに入ったわけでありますけど、実際ボケもあって、まあ、一晩中眠れなかったんですね。次の日は狭山で集会がありまして、大丈夫かしらと思いながら、まあ、たった1回の集会ですからね、お祈りしながら乗り越えることができたんですが、なんと土曜日の夜また一睡もできなかった。早くベッドに入ろうって、今日はぐっすり眠れるなと思って9時半頃ベッドに入ったのに全然眠れないという、4回のメッセージ大丈夫かしらという不安があって、まあお祈りしながらやってみたら、まあできちゃったというか、特別疲れもしなかったし、頑張りもしなかったし、無理もしなかったし、特別努力を張らなかったんですけど、はっと気が付いたら4回終わってたということで、まあ、助けがありました。まあ、私にはまあ秘密の言葉がありまして、この秘密の言葉でパワーを得ることができるんで、また私は理想を言うと、私の奥さんを好きなように動かすことができるんですよ。そういう男は他にいないかもしれないけど、その秘密の言葉を教えちゃおうかなと、やめようかな、どうしようかな思ってんですけれど、まあこれはうちの皆さんにこう使ってるわけじゃないんで、うちの奥さんだけだから、まあこれうちさんの奥さんを動かす秘密の言葉ですね。これをやると彼女は抵抗できないっていうか、これを言うと無遊病になったようにというか、もう何も考えでふわーってこう動いちゃうんですね。その言葉は助けてっていう。助けてっていうと魔法にかけられたみたいで思考停止になっちゃうんですね。彼で何でも助けてくれるんです。それは私が聖書を勉強しているからですね。神はアダムに、彼にふさわしい助けてを当てようって言って、
うちの奥さんは助けてたから、助けてって言うと、まあ、うちの女はちょっと抵抗できないみたい男の皆さん利用してみてください。うまくいくかもしれません。聖霊も同じなんですね。なのでイエス様が聖霊にニックネームをつけたでしょ。 Always available helper ってイエス様言って、いつも助けてくれるお方、助け主ってヘルパー、 Always available helper。 だ、聖霊の本質はクリスチャンを助けること、これが聖霊の本質なんです。助けてって言ったら聖霊はもう自動的に助けてくれるんです。しょっちゅう助けて助けてってやってるわけですけれど、そういうわけで、ね、狭山に来ました。助けて4回のメッセージがありましたから、助けて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 って乗り越えることができます。今週の火曜日はですね、朝の家庭集会があり、夜の聖書の集会があり、これも助けて、水曜日は3時間の講義がこの場所であって、夜はコンサート、素晴らしいコンサート、こんな美しい声を目の前で聞けるなんて言って、大変祝福されましたけど、木曜日は祈祷会でメッセージして、金曜日は名古屋ですね、で昨日は時です、で今日は4回メッセージ、3回目なんですけど、大丈夫なんですよ。助けてというだけで聖霊が助けてくる。だって彼の本質は助け主だから、助けてって言われると聖霊はもう助けてくれるんですよ、自動的です。そういうわけで、私はなんとなく何回でもメッセージできるなという、ムードなんですけれど、そのように聖霊私たちを、助けてくれるわけですね。で、一回一回のパフォーマンスっていうのはちょっと不安があるんですよね。小さいグループだからといってうまくいくという、うまくちゃんと準備して一時一句整えたからうまくいくっていう保証はないんです。やってみない。それはピアニストであろうと、特に賛美リーダーとかみんなの前に立って歌う人は、準備してこれだけ準備したから絶対うまくいくって確信ないでしょうね。実を言うと、皆さんが技術に優れれば優れるほど大丈夫かしらという、だからもっと練習する、練習すればもう確信があるってなるかというと不安があるんですね。でも大丈夫、聖霊様どうか助けてください。これからピアノ、これからダンスをします、これからスピーチをします、神の霊が私を助けてくれるようにっていうと聖霊は助けてくれます。すごいですね。そういうわけですから、私たちに与えられる特権、それは聖霊で、聖霊は私たちを、説教だけじゃない、音楽だけじゃない、日常生活、例えば、バカなことやって奥さんに追い詰められて窮地に走った時、聖霊様助けてくださいって言うと、知恵を与えてください、この攻撃を回避させてくださいって言うと言葉が与えられるんですよ。で、なんとかこう逃げることができる。その時に奥さんに怒鳴って喧嘩するから大変なことになっちゃうんでね、聖霊は知恵の霊ですから良い知恵を与えてください。こうやって毎日私は生きてるんです。聖霊は必ずどういう場合でも助けられる、もう助けたくて助けたくてしょうがないのが神の霊なんですね。それで、イエス、まず第一にですね、この人たちはペンテコステというのは共同体の出来事で、まず第一にイエス様のお母さんマリアも兄弟も女たちも120人の者たちも一緒に集まって祈祷会してたんでしょ。何の祈祷会というと、聖霊がくださいますようにって待ち望んでいた。どうしてかというと、イエス様がエルサレムを離れるな、私から聞いた父の約束、今まで話してたよね、父の約束、聖霊の約束についてお話をしてきたんだよね、だから聖霊を待つんだよと。そのためにエルサレムを離れちゃった。いやいや、イエス様、私は復活のキリストにお会いしたし、もう確信がある、イエス様よみがえった確信が、もうすぐ出て行って伝道できんですけどつって、いやダメだと、お前たちはそれをすることができない、あなたたちは聖霊のバプテスマ、聖霊の杉を、待たなきゃいけないっていうわけですね。そういうわけで、私たちもどうやって力を受けるかというと、待つことです。主を待ち望む者は新しい力を得る。
ですから私たちは新鮮な昨日の力、昨日ちょっと名古屋でうまくいったな、時でうまくいったな、昨日の力のノリで行こうっていうのは無理なんです。一回一回新鮮で、今日もう2回説教したからこのノリで3回もできるかって、ノリじゃダメなんです。いちいち新しい聖霊の力をいただいてしなきゃいけない。そしてそれは簡単なんだ。必ず聖霊与えてくれるから簡単なんです。求めれば聖霊は来てくれるわけですからね。でも待ち望む、主を待ち望むのは新しい力を受ける。わしのように翼を買って天に昇ることができる、走っても疲れず歩んでもたゆまないという世界が本当に出てくるわけでしょ。で、私の体は正直言うと弱いんですよね。80歳ですからね。私のあるっていうのを見れば分かるでしょう。でもいつも強いものが弱いものに勝つ。覚えてください。強いものは必ず弱いものに勝つんです。私の中に聖霊の住み合うでしょ。聖霊は強いんですよ。体は弱いんですよ。でも強い聖霊は弱い体に勝っちゃうんです。でこの強い聖霊が弱い体を用いる、利用する、使ってくるんですね。私たち説教者が聖霊を使うんじゃなくて、この体は器に過ぎないんでしょ。 Empty vessel、 空の器でしょ。パウロは、私はこの土の器に宝を持っている。それは私から出る力が私から出たんではなくして、神から出たものであることが明らかになるためだ。この土はいいんですよ。ビッコヒだってフラフラしたって、所詮土の器だから。大切なのはこの土屋の器に宝が入ってるかっていう。でこの土屋を通して宝が解放される。私から出たんじゃない、私のうちにある宝から出たんだということで、体が弱い、年を取ってることを嘆かないでください。はい、そういうわけで共同体の出来事で、また120名の者が集まっていましたよね。で彼らが2章の1節の五旬節、ペンテコステになって、またここでみんなが一ところに集まっていたっていうんで、神様は私たちが一ところに集まるっていうのを喜ばれる。私も今おじいちゃんやってますか、一番幸福な時は家族全員が集まって食事するが一番幸福ですね。はっきり言って皆さんが礼拝に来て、このようにしてお食事も、これある面で力をいただくお食事をいただいて、礼のお食事をいただいているわけですけど、このようにして賛美して一緒に集まることはもうおじいちゃんにとって一番嬉しいんですね。家族が集まること、だから天の父も同じで、家族が一緒に集まると天の父は嬉しいと思いますよ。私ですはそうなんですからね。そういうわけでみんなが一つに集まっていた時に起こったんで、しかも120人全員が聖霊に満たされた、聖霊のバプテスマを受けた120全人が御霊の語らせるままに語った、言葉を語ったんだけど、自分の頭で文章を作って語ったんではなくして、御霊が語らせるままに語ったんだというんです。ペテロは立ち上がりました。でも今回よく聖書を読んでたら、ペテロだけじゃなくて他の11の弟子、つまり12人が一緒に立ち上がって、ペテロは代表者として語ったわけですね。しかも声を張り上げてはっきりとこう言ったというわけですけれど、そういうわけで、聖霊は私たちに語る力を与えてくれるんだということがわかるわけですね。ですから聖霊が来ると何が一番初めに与えられるかというと予言で、予言というのは未来のことを語る予言じゃないでしょ。漢字を見ると言葉をいただく、言葉を預かるわけですね。ですから聖書に書いてある予言というのは、神様から言葉を預かって、神様から受けた言葉を語るというのは予言ですね。だから今私がしているのは何ですか、予言をしているんですよ。それで私たちはスモールグループを1日2回ヨーロッパでしたんでしょ。朝1時間半ぐらいしたかな、夜は結局2時間ぐらい必要になっちゃって、スモールグループ45分だよっていうのになかなか帰ってこないで、1時間過ぎ、1時間15分過ぎ、もう皆集まりなさいって終わらないから、もう熱心で聖書の、皆さんはどうしてヨーロッパまで行ってね聖書の勉強会しなきゃな、朝と晩しなきゃいけないんですかと
こんなの東京でできるじゃないですか、教会の中でできるじゃないですかって、確かにそうですね。例えば、まあ、世田谷の教会では朝7時の礼拝が終わるとスモールグループをやります。その後で朝食を食べるんですね。そして2時の礼拝、それは1時間ぐらいしますから、2時の礼拝が終わると30分スモールグループをします。で、彼らは何をしているか、ヨーロッパで何をしているかというと、予言をしているんですよ。神様の言葉を聞いて、神様の言葉を読んで、そしていただいた言葉、私はこの言葉をいただきましたって言ってお話しするのが予言なんです。だから全ての人の上に、予言の霊が注がれるんだけど、それはあなたの息子でも娘でも、あるいは若者でも高齢者でも、あるいははしためでも、あるいはしもべでも注がれるっていう。全ての人は予言する。まあ、皆さんが奥さんに語る言葉だって神様からいただけば予言だし、子供に語ることも予言だし、本当は私たちは神様が言葉をいただいて子供に語らなきゃいけないんですね。本当はね、それ全部予言です。神様からいただいた言葉を語るのはもう誰に語ろうと予言なんですね。ですから、まあ、第一に予言の霊が与える、語る力が与えるわけでしょ。ですからここでペテロは語るけど、とうとうとダイナミックにパワフルに縦板に水を流すように彼は語るんですね。なんか精霊っていうとえらく感情的でパワフルだというイメージがあるけど、まあ、精霊がインテリだというイメージはないかもしれませんが、この文章、ペテロのメッセージを読むと、ものすごく地図を正しいインテリ、知的、知識があふれているような文章ですよね。で、彼は説教の準備をする時間がなったわけで、ドーンと聖霊がやってきたでしょ。で、聖霊のバプテスマを受けたでしょ。で、突然彼の口が語れる、御霊が語らせるままに語るという現象が起こって、準備する暇は当然ないわけですけど、もうほとばし流れるようにして予言が現れた。その予言の内容は何かというと、3つの聖書が出るんですね。1番目はヨエルの言葉、2番目は詩編の16編の言葉、3番目は詩編の2編の言葉。この3つの言葉ができて、それに対して解釈を与えて、今日の説教も同じです。聖書を読んでそれに解釈を与えるわけでしょ。ですから皆さんも聖書を読んで解釈を得たら、それ予言になるわけでしょ。それでどうして聖書を持ってないのに突然彼の口から聖書の言葉が現れたんでしょうね。それは彼の中に入っていたからです。彼の中に入ってた言葉、暗唱されていた言葉、その言葉に聖霊が刺激を与えて、それを思い、イエス様は、聖霊はあなた方に私が語っていたことを思い起こさせると言いました。聖霊はあなたに思い起こさせる。突然私が30年前のことを思い出したり、それを口にしたり説教したりしますけど、聖霊は入っているものを思い起こさせるんでしょ。でも、もし入ってなかったら思い起こさせられないんですよ。で、ヨーロッパでやったことはディボーションだけではなくて、暗唱聖句でね、1日2回5節ぐらいだから、1日10節とか12節をみんな暗唱しました。暗唱しなきゃいけなかった。なぜ？だって中に入ってなかったら聖霊は仕事がしようないんですよね。だから、で、今回の、創世記の今学びを HBC でしますと、もうすでに40箇所の暗唱聖句を与えてあります。で、今学期の終わりに6月に試験が出るんだけど、皆さんそれを覚えてこなきゃいけないね。覚えてこなきゃいけないっていうのは良い言葉じゃない、覚えたくて覚えたくてしょうがないはずなんですよ、みんなは私はそうですね。どっさりペテロの中に御言葉が入ってきて、その中の3つを聖霊はペテロの中から引き出したんです。入ってなきゃいけない。ですから結婚問題、関係難しいとき、親子をどうして、子供の、もう子供のことをどうして分かんないときばっか、しょっちゅうでしょ。それ私はそうです。どうしたらいいのこの子みたいに。そうすると聖霊が現れて、こうしなさいね、こう言うんだよとか教えてくれるんです。御言葉がふっと浮かんでくるんです。なぜ？入ってるから。
だから入ってるものは聖霊が思い起こさせてくれるんで、まず入れなきゃいけないでしょ。基本的に皆さんが何を考えてるかっていうのはあまり私には関心ないんですね。我々は例えば聖書を読んで考えるとか、それは正確な表現ではありません。私たちは聖書を読んで考えるんじゃないんですよ。私たちの頭に入っている言葉が脳を使って考えるんですよ。私たちの脳が言葉を使うんじゃない、言葉が脳を使うんですよ。はっきり言ったガラクタな言葉を言えば脳はガラクタなことを考え、貴重な言葉を言えば脳は貴重な考えになっちゃうんです。ポジティブな言葉を言えばポジティブなことを考え、ネガティブな言葉を言えば脳はネガティブな言葉を考えざるを得ないんですよ。もうそうやって脳が出てる。言葉が考えるから、大切なのはあなたの脳にあなたがどんな言葉を言えるかでしょ。私は大いに祝福されています、私の自宅は広がっています、神の力は私にあふれています、私は災いから守られ、言葉入れでしょ。脳はそうやって考える、脳はそうやって考えると、そう思うならそうなる、そう信じるならそうなる、そう語ればそうなるっていう世界が現れてきちゃうんですよ。で、初めに言葉があった、すべてのものは言葉によってできるから、まず言葉を入れなきゃいけないわけですね。でそのためには一番いい言葉は神の言葉でしょ。幸いなるかな、まあ、幸いなる、悪者の道に、あいまず、あざける者の、違う、悪者にあるまず、悪者の道に歩まず、悪しき者の、通りに立たず、あざける者の残り座らなかったその人は幸いである、その人は主の言葉を喜び昼も夜もそれを口さむ、その人は流れのほとりに植えた木のようだ、時が来ると実を結び葉もまたしぼまないように、何をしても栄える。皆さん、こんな単純なことないですよね。主の教えを喜び昼も夜もそれを口さむ、そうしたら何をしても栄えるんですって。こんな単純なことをどうしてみんなしないのかですね。昼も夜も口さむ、簡単ですね。私は大いに祝福され、私の地境を広げ、目で私ともに災いから守られてます、主は私の牧者です、主は私を緑の巻物され、私が生きながら主の宮に住むでしょう、昼も夜も口さむ、そしたら流れのほとに切れた木のように葉もまたしぼまない、いつも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 青々としている、そして時が来ると実を結ぶ、何をしても栄える。私の口癖はなんかうまくいってるな、何をやってもうまくいくよなって、こうやってしょっちゅう言ってます。で、何を、奥の人は何やってもダメなんだよね、こんなに頑張ってんのどうしてダメなんだよね、わかります、ダメなのは、だってあなた自分の口でダメだダメだって言ってんだから、ダメなはずなんですよ。いいことを、こんな、どうしてこんな辛い苦しいことばかり起こってんだろうね、それはあなたがその言葉を繰り返してるからです、簡単です。そういうわけで言葉を入れる、聖霊はその言葉を示してあなたの人生に生かしてくるんでしょ。そういうわけで彼らは忍耐深く10日間かけて聖霊を待ち望んで力を受けた、わけですね。そういうわけで聖霊の力を受けて預言しましょう。パウロは、まあ、いろんな霊の賜物のあるけれど、特別に預言の賜物を求めなさい、預言の賜物を熱心に求めなさい、第一コリントの12章に書いてありますね。どうして求めなさいっていうかって、求めたら与えられるからですね。予言の賜物を求めましょう、大いに語りましょう、語ることは私たちを幸福にしますけど、本当に神様の言葉を語ったら私たちを大変幸福にするわけですね。それから予言が与えられて第2番目与えるのは、若者たちには幻が与えられ、老人たちには夢が与えられるということでありますけれど、
この、大学を卒業して4月に大勢の方が就職されましたけれど、今までに飛躍してデータですね、飛躍して1ヶ月で就職した大学生が会社辞めたそうです。そしてこの連休があったらもうブワーって会社辞めたそうですね。会社の仕事に耐えられない、上司との関係、同僚との関係、会社のライフさんに耐えられないということで、ものすごい勢いで辞めたそうですよ、会社を。これはもう私なんかにはもう目に当たり前でしょって。会社っていうのは自己表現ができなきゃいけない、上司の言うことが理解できなきゃいけない、同僚の言うことが理解できなきゃいけない。会社っていうのは一緒に、協力して会社の益になるような仕事をしなきゃいけない。それぞれ自分の役割があり、部署があり、自分の役割をしっかりして、それを満たさないと他の人みんな困るわけですね。大学卒業する前そんなこと全然教わってないでしょ。親はあんただければいいのよって、あんたが勉強できる、あんたがいい中学高校入って、いい大学入って、いい成績っていい会社に入ればいいんだ、あんただけがいいできる。勉強ってそうですね、自分だけで、むしろ隣の人はダメの方がいいんです、隣の人は失格した方がいいんですよ、自分さえいいわけですね。でそういうことを小学校中学高校大学までやって、会社に入って、さあ協力しなさい、皆さんの言うことをよく聞いて理解しなさい、皆さんを助けなさい、そんなことできっこないじゃないですか。人を助けるなんてやってこなかったんで、自分さえ良ければいいって学校の先生と親から言われて、自分さえ良ければやってきて、会社ではなかなか機能できないです、それは。それで、残念ながら日本の教育っていうのはそれを大量生産してるわけでしょ。もう目に見えます、社会で機能できないのは。メンタルは弱いし、わがままで自分勝手で自分中心でずっと来てるわけでしょ、自分さえ良ければいいって。それでどうやって社会で機能、どうやって結婚して、あれどうやって子育てができるか、どうやって幸福な家庭が、できっこないです。どうしてそういうことが教育の世界分かってもらえないのつって、いい大学に入ればそれで幸福になれるのと思うんですけど、そういえばダニエル・コーマンというハーバードの教授がね、もう30年前に EQ という本を書いて、イモーショナルクォーターっていうんで、人が成功するデータがありますが、それはインテリジェントの人が成功するんじゃない、 EQ が高い人が成功する。 EQ って何ですか。感情指数っていう、感情の安定してる人、感情の揺るがない人、人の言うことが分かる人、自分の言いたいことを表現できる人、人と協力し人、そして幸福にできる人ね、仲良くできる人、こういう人が社会で成功するんですよ。こんなの30年うわーって EQ 大流行しました。今死後になって誰も EQ って言わないですよ。どうして。EQ を教える先生いないじゃないですか。はっきり言って EQ を教える親も少ないですね。教える人がいないんだから無理ですよ、これは。先生だって親だって自分の EQ でアップアップして、自分の EQ でどうしていいか分かんないわけだから、子供に合わせ構成したって難しいですよね。そういうわけで日本においては左脳強化いくばっかり、もう脳科学が進んで我の脳が機能するには左脳と脳がブレンドして働くと脳が活性化するんでしょ。ところが日本の教育っていうのは左脳中心でしょ、左脳教育なんですね。だってイマジネーションを書いてくださいなんてテストないから。でアインシュタインはインテリジェンスは発明や発見の何の役にも立たない、大切なイマジネーションだ、それは極端だと私は思いますけど、右脳も必要、左脳も必要で、これが連動して働くときに人間は最高の能力を発見することができるんだけど、もう右脳が窒息しているっていうか死んでるみたい。イマジネーションとか夢とか幻とかね、希望とか、そういう教育は全くない。だって教育していいか分かんないです、先生が。それは簡単ですね、はいテストってみんな、はいこれはバズバズ、はい90点75点、はいって、これ簡単じゃないですか。個人個人の EQ だって日本の先生が教育でいいんでしょうね。
だから今日多くの人たちは若者は夢がないっていう、こう言ってますね。大きな質問は何かっていうと、それでは大人のあなたは夢を持ってんですかっていうのが本当の質問です。もう子供に夢を持つとか子供に期待をかけるっていう時代は終わってんですよ。あなたが夢を持つんですよ。あなたが幻を見るんですよ。あなたが追求するんですよ。そしてそれを見た子供が、ああ夢って素晴らしい、夢って人を幸福にする、夢って国は私も夢を持つってなるわけでしょ。で大人が夢を持たないで夢を持って夢をこれは無理すぎる要求ですね。自分の夢は何だろうか、自分は何を追求してんだろうか、そういったことですが、じゃあ高齢者はどうしたらいいのって言ったら、聖書は高齢者に夢が与えられる。聖霊が来た時に若者は幻を見、年寄りは夢を見るんですよ。若者であろうと年寄りであろうと、幸福でダイナミックで今の生活をするためには夢が必要なんですよ皆さん。未来がはっきり見えないと人は元気になれないんです。ぼやけて何が起こるか分かんない、どうせろくなことが起こらない、年寄りは年寄り、人生は暗くなるし辛くなるし、目から邪魔されるし嫌がれるし、みんなの邪魔もなし迷惑になるし、そんなことを思ってて元気が出ますか皆さん。でも高齢になってどうやって夢を見るんですか。聖霊が来るときに高齢者は夢が見えるんですよ。私はもう単純ですね。もう80歳の誕生日で3、4週間前に入りました。85歳ながら楽しみ、今までカレブンが私の夢で85歳になったらこう思ってきたら、やっと80歳になれて、あと5年で85歳だっていう感じですね。85歳になったらみんなの前に立って、今私は85歳です、今の私の力は45年前と少しも変わる、どんな出るもどんな時にも耐えることができますと一応言ってみて、どうか私の相続として、あのヘブロンを私にください、ヘブロンは城壁に囲まれた町で、そこでジャイアンツが、戦争好きなやつらがいるけれど、私ユダ像をひょっぴいてあいつをやっつけていますって言ったんですね。かっこいいですね。あと5年でそれが言えるわけでしょ。まあ、体はちょっと弱いんでどんな出入りも耐えることはできないんですけど、しかしそういうメンタル、そういうスピリットでクリスチャンは生きることができるということですね。それで思い出したんですけれど、まあ 7、8年前ですね、まあ、私たち毎年海外選挙に行って、まあみんな大学生を連れて、あの頃大学生がピンピンしてたっていうか、不思議にいろんなことがよく起こったんですけどね。インドにも行きました、ミャンマーに4回行ったり、タイに4回行ったりね、フィリピンにも行きましたね。もうそしてマイナスになると10日間ぐらいバンに乗って、選挙旅行をしたわけでしょ。教会いくつか訪問、2、3の教会をして、私たち手弁当で自分で食事を払い、ヒロン牧師は無料で奉仕しますけれど、私たち子どものケアをして、ヒロン牧師は聖書を教えたり夜の説教全部無料でしますよっていうのを毎年毎年やってたんですね。もう皆さん喜んでやってました。これで、カチンに行きました。カチンっていうのは、まあ、国軍から攻撃されるっていうかね、カチン族っていうのは、ミャンマーの北部のある、の部族なんですけど、立派な部族なんで、ミャンマーっていうのはビルマ族が政権を握ってるっていうか、ビルマ族が警察を握ってて、っていうか警察の人はみんなビルマ族、軍隊はみんなビルマ族なんですよ。もうすごい甘い汁を吸ってるんでしょ彼らは。その話は長くなるんで進みますけれど、でその国軍は国の軍隊がカチンにマシンガンを持って殺すんですよ。家を燃やして羊やなんかみんな持っていくんです。で彼らはカチン族を滅ぼしたいんですね。でそういうところに私たちは、入り込んで4人で行ったわけですけど、14、15人で行ったんですが、私たち4人のものだけがカチンに来ました。それで一人の兄弟がね、私日本でやった
家賃の人が先生お世話になりました、ご馳走したいんだっつってすっごいご馳走してもらってね、先生おいしいもんだから我が大学3年か4年か分かんないけど、どん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 そんな食べて大丈夫な、残ったもの全部食べちゃったんですよ。人の 4倍ぐらい食べた。そしたら下痢しちゃって、私と一緒に寝てて5回トイレに起きて、朝起きたら青ざめてるでしょ、あ、今日休みなさいと。いや私行きますって言ったんですよね。で1時間ぐらい運転して村に行くんですけど、教会は大きいんですね、カチンの人は。たくさんの人がいて、この3人の青年たちが、この子どもたちの面倒を3時間見て、私が礼拝をして、それから2時間の聖書研究会して、それから次の場所の次の村に行って、次の村で午後のミニューシュと、それこういう感じだったんですけど、彼あの青ざめた顔をして下痢しながら立派に仕事をしました。そういうかっこいい男が8年前ぐらいいたんですよ。で今も教会で一生懸命奉仕してますけれど、だから若い人がどんどんと変わっちゃってるなという、みんな、もう喜んで犠牲は自分の金を使って、行ったんですね。みんな新学生に入ってもう手がボロボロになるようにして、何か松の家かなんかで働きながら新学校を卒業して伝道してるわけでしょ。そういうわけで教会がこういう青年たちを教育しないと、もう青年の時じゃないと、もう25歳30歳過ぎちゃったら人のために尽くしましょうっていう生活を、もう若いうちにそういうメンタル、そういう技術、そういう気持ちを作っていかないと、なかなかもう25歳過ぎて自立しましょうっていうのは難しいんですね。全てには時がありますから、10代の時に20代の時に20代のことをしっかりやってこないと、それからよし頑張るぞしてもとても難しいです。だから後でもいいじゃない、後じゃダメなんですよ。10代の時20代の時にやんなきゃいけないことがあるわけでしょ。若い人もポーッとしてないで今やるべきことをやらないと、これから人生がどんどんきつくなるんですね。最後でありますけれど、喜び楽しみがあるということで、2章の10 25節をご覧ください。聖霊には喜びがあり楽しみがある。ダビデはこの方についてこう言ってます。私はいつも自分の目の前に死を見ていた。いいですね。いつも、まあ、見えないイエス様を見てた、いつも見てた、心の目で霊のイエス様を見てたんですね。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それは私の心は楽しみ、私の舌、これは詩編の16編の引用ですけど、詩編の16編は私の魂は大いに喜んだって書いて、これ舌になっちゃってて、おそらくペテロは聖霊満たされ語って、もう彼の舌が大いに喜んで楽しんでたんですよね。でも元々の詩編の16編は私の魂は大いに喜び、さらに私の肉体も望みに安らんでいるって言って、ここで出る言葉は心と魂と体ですね。心と魂と体が喜びにあふれているということです。で主を目の前に置くなら、それでまあ旅行中にまあ一回ぐらいワインを飲もうかみたいな話を渡辺先生が始めてっていうのはちょっと語弊があると思います。私が言ったんでまあこれ、だってポーロは少量のワインを飲めって言ってるから、やっぱり聖書の教えに従って少量のワインを飲む。まあね、クロアチアで海辺、クロアチアの海辺っていうのは世界で一番澄んだ水です、ね、それでもう風は気持ちいいしね、もうそれじゃあ飲みましょうみたいな、ワイン飲みたい人はどうぞみたいなことをやって、
まあ、これちょっと一つテストみたいなもんでね、うちの信徒テストしようっていうことで、でパーロは酒に酔っちゃいけないって言うから、少量のお酒を飲みなさい、でも酒に酔っちゃいけないって同じ人が言ってるんで、みんなどうかなと思ったんですね。で皆さんお飲みになってた方もいらっしゃったんですけど、酔った人は誰もいないだろうと思ったら一人いたんですよ。真っ赤な顔して、わあ、もう大きな声で笑い上手ですね、あの人笑って笑ってね、もう喋りが止まらないで、もうはしゃいでるでしょ。いや一人酔っ払ってんのがいるなって、あれ望月姉妹です、進学を卒業した聞いてみると、いやそうじゃなくて、アルコール飲むと真っ赤になっちゃって、もう気分が高揚しちゃうそうですね。それで酔ったっていうのはそういうことじゃないかなと思うけど、いや私は愛に酔ってんですって。その日は旦那も来てて、29年旅行でね、ちょっとハートのブランコに乗ってたっていうか、旦那が唇をポッと突き出して、あの方ですね、愛に酔ってたんです。まあそれ言われちゃったら叱ることはできないですねそれで人々が聖霊に満たされた人たちを見た時に They are drunk、 あいつら酔っ払ってるって言ったんです。酒に酔わなくたって、聖霊に酔ったっていくらでも幸福になれんじよりなんです。ただです、聖霊に酔うとね精霊によって危害はないです。酒で失敗しとってもうたくさんいるでしょ、酒で危害を。アメリカではお酒で離婚というのは第4位ですね。いろいろ害があります。精霊は害なしで、いくらでも精霊はただで酔えるわけだから、ダビデもここで酔ってるし、120人の精霊みたい、酔うほどの喜び、楽しみ、平安というものを彼らは経験していたんです。神様は粋な神様はね、意地悪な神じゃなくて、皆さん酔わせて酔ったっていいんですよ。本当にもう心いくばかり楽しんだらいいんですよ。聖霊がそれをくださるんですね。なんていう素晴らしいことでしょうか。ダビデの心は喜び、魂は楽しみ、そして体も楽しんでいる。体まで楽しんでいる。まあ、お酒飲むと体も楽しみますね。それと同じように聖霊によって体まで楽しむんだということです。今日ここで彼はそれゆえ私の心は楽しむと言ってますけど、主は私に命の道を示してください。聖霊は命の道で、聖霊は私たちを命にあふれさせてくださるんですね。なんと素晴らしいことでしょう。お祈りします。